治療を目的とする温浴ならば風呂といってもそれなりに入浴処方があるはず次は医学者による科学的見地からの引用です日本は熱湯浴が一般的で家庭の風呂といえば浴槽に溜めた湯に体をつけるスタイルですね湯船に首から下をどっぷり体を沈めた場合体重は 空気中ののおよそ分ままで減少します。仮に湯の中に立った姿勢で入っているとするならば体に対する水圧はおよそ 500kg 加わる計算になります体の表面近くを流れる静脈はその水圧によって圧迫されるので心臓への静脈管流が増えますそれに対し溝落ちまで湯に浸かる半身浴では 静脈管流は優位に抑えられ空気中で仰向けに寝ているのとほぼ同じレベルになる心臓に大きな負担がかからないという点では心臓病高血圧症動脈硬化症の人たちに適しているここまで温泉と健康をおもねきし有効著より引用改変古代人が風呂へ治療を求めた本体は熱 風呂から出た時の熱の苦しさからの解放は精神的高揚あるいは恍惚状態を招くつまり「海」の刺激となるのです日本の風呂文化はヨーロッパのそれと違い大変特徴的柳田国夫の指摘どおり文化未明期にはおそらく「室」「無」だったのでしょう文献では薬草や海草を敷き詰め 罪を燃やしていぶす蒸気浴であったと言いますところが大陸の影響で仏教の布教とともに熱湯浴が次第に盛んになりますそれは宗教儀礼というよりも保険的要素が強い根底には日本は火山国で国中至る所に温泉が湧き出ているという特殊な事情によるものと思われますともかく 現代日本で熱利用による治療効果と精神保険の両方を生かすには湯に半分だけ体をつける半身浴が無理がない心地がよくて説明の通り健康効果も十分期待できます半身だけ湯につけるなどと中途半端なことをしなくても熱いシャワーで済ませればよいではないかと考える方もおられると思いますしかし 塩素消毒された水道水は、霧状にすると、その塩素の害が大きくなることが知られています。また、体の動作のページで書きましたように、湯船に入ることで、全身の脱力状態を作ることができるのは、大きなメリットです。これらいくつかの理由があり、私の提案は、次の二通りの半身浴です。まずは、体に異常はなく、かつ、 体力に自信がある方のための高温半身浴です。1. 湯灯などを浴槽の中、お尻の下に引いて、湯が溝落ちの位置にくるように湯量を調節する。2. 湯の温度は、夏は45度 C、冬は44度 C に調節する。3.10分間浴槽に、浸かった後、体の水分をよく拭き、今へ移動して、 大きめのバスタオルを2枚ほど下敷きにして仰向けに寝る。体の上にもバスタオルで全身を覆うようにかける。4その状態で体温が落ち着くまで20から30分ゆっくり休憩たくさん発汗があると思う。注意44から45度という湯の温度は我慢するぐらいに暑いはず。 体力に自信のある方以外は絶対に行わないまた発汗で失う水分の補給として入浴前後に必ず水を500ミリリットルほど飲みます2番目の入浴スタイルは2の湯の温度が41から42度やや暑いと感じる程度にするそれと3手の入浴時間が20から30分とやや長めにします 横になる部屋は、室温が低すぎないように、特に冬は気をつけましょう。こちらの入浴法は、体力に自信がない方でも実行可能です。ただし、医師から入浴に注意するよう促されている場合は、医師の指導に従ってください。